フレッシュキルズパークはスタテンアイランド埋め立てプロジェクト埋め立て地上に建設されている公共の都市公園。面積は約2200エーカーあり、19世紀以降、ニューヨーク市で開発された公園としては最大の規模になる。その建設は2008年10月に始まり、少なくとも30年間は段階的に継続する予定である。フレッシュキルズパークは 2035年から37年までに全体の完成を見るが開発後はマンハッタンにあるセントラルパークの約3倍の規模でニューヨークで2番目に大きい公園となる。この公園は文化、スポーツ、教育に関するプログラムなど様々な用途に対応する5つの主要セクションごとになるよう設計されていく。公園の区画は車両用の循環システムと 自転車乗り、歩行者、及び乗馬用のパスのネットワークによって接続され、管轄のニューヨーク市公園とレクリエーション局は、ニューヨーク市衛生局と共同でプロジェクトを進めている。空から見た、フレッシュキルズ公園の場所埋め立て地は1948年に開業したが、当時は農村農業地域で遠征出地であり、滑走路は粘土でできており、 砂と、シジュトが、表層になっていた。埋め立て地にはまだ大量の野生生物がおり、干潟、森林、淡水の湿地が形成されており、湿地帯から湿地帯へと連なる、この地域は、当時のニューヨーク市の他地域からも遠く離れていたため、埋め立て地として最適であった。一時的な埋め立ての初期計画では、フレッシュキルズを20年間使用し、その後住宅用、レクリエーション用、 産業用などの多様と地域として開発することを求めていた。ピーク時には20席の橋家から、それぞれがゴミの650トンを運ばれるマイナスが毎日敷地に投入されており、世界最大の埋め立て地であった。2001年にはこのままオープンにしておくと、最終的に埋め立て地が東海岸で最も標高の高い地点になると推定されていた。 その後地元の圧力のもと、そして米国環境保護庁の支援を受けて、2001年3月22日に埋め立て地が閉鎖されたが、9月11日にマンハッタン世界貿易センターへの攻撃事件のために、当機が再開。2001年、現場で検出されなかった死者の残骸を含め、ほぼ全ての残骸と破片が、検査のために一時的に再開された埋め立て地に、 送られることとなった。フレッシュキルズメタテ地で、法医学的検証に、専門家が170万時間以上にわたって従事して、攻撃で亡くなったとされる2749人の遺体の身元を判明しようと試み、最終的に4257人の遺体が回収され、300人ほどが識別された。市のチーフメディカル審査官は、マンハッタンの国立級、 11メモリアル内の施設にある未確認の遺体すべての看護圏を放置しているが識別できなかった人々の記念に記念碑が建設されデブリもついで埋め立て地の一部40エーカーに埋め込まれたこの破片には未検出の遺体で断片的なものがまだ残っている可能性が高いその後埋め立て施設は公園化を見越して高級的に閉鎖されたマスタープランでは 敷地を5つの公園として想定しており、それぞれが異なるキャラクターとプログラミングアプローチがある。プロジェクトチームと地元のスタテンアイランダー、非営利団体、及び政府関係者との間の会議やワークショップで集められた意見をもとにフィールドオペレーションズが示した当初の設計提案を修正。アウトリーチ活動から生まれ、公園の設計に統合された目標は次の通り、 フレッシュキルサイト周辺の交通渋滞を緩和するための道路、カヤック、乗馬、スポーツ場などの積極的なレクリエーション、用途再生可能エネルギー源の生成と利用のプロジェクトなど、計画プロセスには地域の指導者と利害関係者からなるコミュニティ諮問グループの意見も含まれていた。もともと公園に割り当てられていたのはたった700エーカー。土地の残りの部分は 様々な用途に、2013年11月の変更により、2200エーカー、すべてが区画され、2200エーカー公園にすることに、計画の部分は、以下の通り2012年10月、フレッシュキルズパークの最初のプロジェクトであるシュムルパークが一般公開された。以前は、アスファルトとチェーンリンクのあるフェンスが巡る遊び場であったが、新しい遊び場、 バスケットボールとハンドボールのコート、透水性の機材とコンクリート、そして天然植栽のある公園に変わる。2013年4月、アウルホローフィールズはアーデンアベニューとアーサーキルロード交差点片らに位置する4つの新しいアストローターフフィールドのオープニングを緩やかに祝う。長時間使用のため、夜間は2つのフィールドで明かりが点灯する。 アレイ太陽光発電は46エーカー公園のための土地で、スタテン島ではこの都市で最大の配列になると予測されており、2000個の住宅に電力を供給することができる。アレイの提案以来が2012年3月にリリースされている。公園は2035年から37年頃までかけて完成させる予定である。公園局は年から年にかけて、 以前の埋め立て地で200種類の野生生物が見られたと報告している。報告から赤い翼黒をたどり、黄金比は赤いオノタカ、アメリカ長原棒、ミサゴ、リング首生地、緑ツバメ、ヒメコンドル、および北カミツキガメなどが生息。開発を続けているが、NYC パークスとフレッシュキルズパークチームは制限区域内の敷地内での積極的な レクリエーションを含むイベントやプログラムを主催しており、2010年から2014年までで、プログラムのハイライトは訪問者が公園の閉ざされた場所で、火薬、自転車、ハイキング、そして、タコ揚げをするプロジェクト、スニークのピークで2015年以降、スニークのピークイベントは、現在、4月から10月のシーズン中に定期的に提供される多数のプログラムに置き換えられている。 埋め立て地の内敷地の北と南に位置するマウンドは積極的に環境から廃棄物を分離する不浸透性のカバーで1990年代後半に覆われた公園であり1947年から2001年まで4つのマウンドのうち2つがニューヨーク市の一般廃棄物を引き受けていたが東パークとなる東マウンドのキャッピングは2007年に始まり2011年に完成 西マウンドのキャッピングは2011年に始まり、2018年まで進行。ニューヨーク州環境保護局衛生工事部門と共同で行われ、環境上健全な埋め立て処分場閉鎖規制を満たしておりまた、キャッピング後最低30年間、現場の環境モニタリング及び制御システムに対する運用責任を維持し、NYC 公園もニーズデックの規制も満たす必要がある。 公衆アクセスに関する州の基準を満たすまで、公園内のどのエリアも公衆アクセスが許可されない。ニューヨークパークスは2009年5月にフレッシュキルズパークプロジェクトの最終的な一般環境に関する影響声明を完成させ公表した。F ガイスは州及び地域の法律に従って提案された行動による環境への悪影響、その重要性の評価、 および重大な影響を排除、または軽減するための対策の提案を特定するように設計されており、補足環境影響声明も2009年10月に完成した。特にイーストパークの計画セクションを通して提案された道路建設の影響に焦点を当て、現在の計画に対する代替案を検討している。2001年にニューヨーク市都市計画局は、 公園を設計するためのランドスケープコンサルタントを選出するための提案要求の発表に続き国際デザインコンペを開催。コンペティションの第1ラウンドは全ての参加者に公開され2001年8月には6つのランドスケープの提案がファイナリストとして選ばれた。これらの提案はジェームズ・コーナーフィールド・オペレーション、ハージ・リブス・アソシエツ、マサー、ダクーニア、 トムリーダースタジオ、およびジョン・マッカスラン、パートナーズ、リオス・アソシエーツ、インク、および佐々木・アソシエーツ各社から寄せられた。すべてのファイナリストによって提案された計画は、都市計画省からのもの。2003年、フィールド・オペレーションが勝者として選ばれ、長期的発展を導くマスタープラン作成者に雇われた。マスタープラン案は、次年にかけて作成され、 2006年3月にリリースされた。さらに2011年に土地のアートジェネレーターイニシアチブが今後のデザインコンペラニ NYC2012 のためのサイトとして同講演が発表された。受賞作の実施が保証されていないがイニシアチブは再生可能エネルギーインフラの可能性として神秘的かつ国際的な関心を持たれることを望んでいる。ありがとうございます。